殴ってあげましょう。あ、いいね。ファーストキラーいいね。はいはいはい。あれ？あ、撤退しないの？え？しかもめっちゃ強かったし、今。これは？こっから、ネオ、おしおしおし、来た来た来た。これじゃない？これ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 。こんにちは、ケイドアです。今回は最悪の世代、ロー&キッドを使っていこうと思います。このキャラの特徴は、まずは、かっこいい。いやー、本当に実装してくれてありがとうございます。待ち望んでいました。本当にこの2体はシャボンディ諸島から結構活躍していましたし、人気キャラなんですけども、しっかり2体とも実装してくれたことが嬉しいです。真面目な話をしますと、このキャラファーストキラーを持っていますね。ファーストキラーに関しては、一番最初に触れた敵に対してキラーが発動するんですけども、なんと降臨では初実装です。しかもガチャゲンでもまだ4、5体しかついていないんで、結構運営からしても慎重に扱ってるキラーだと思うんですけども、そのキラーがこのキャラにはついています。この時点で結構強いんですけども、さらに、マインスイーパー、アンチ魔法陣、アンチ減速壁、トリプルアンチですね。特に魔法陣と減速に関しては、ネオと被ってるんで、アジン族っていう点も含めて、相性はめちゃめちゃいいと思います。友情コンボにもファーストキラー乗ってくるんですけども、この SS ですよね。自強化&キッドがパンクギブソンで攻撃し、さらにローがガンマナイフで追撃。この演出めちゃめちゃ楽しみです。では使っていこうと思うんですけども、今回このキャラに関しては頑張っても2体しかゲットできません。なので1体貸し物しまして、フレンド欄でも使用して艦隊で使っていこうと思います。では、イザナミゼロ行きましょう。レッツゴー。いや、楽しみやな。SS 早くしたいな。うんぼ来てほしいな。まあ来ないかな。レーザーバリアとかあったっけこのクエスト。あ、うんぼ来た！ナイス！マジナイス。じゃあ行きましょう。まずは友情、トライデントレーザー、EL。そして、もしこいつに触れた場合、キラーがこいつに発動するんですけども、同じ種族だった場合、他の敵にもキラーが発動するんで、多分これとドラゴンは一緒だったんですよね。バハムートって基本的に魔王なんですけど、イザナミとかに出てくるバハムートはなぜかドラゴン族っていう、確か名前もドラゴンだったんじゃないかな。はい。キラー発動しています。殴ってあげることが大事ですね。キラー発動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 しかしてない。まあ、オッケー。キラー発動ターン。もう一回キラー発動。いや、せっかく運も来たから、打つ？打っちゃう？早すぎる？まあ、まだちょっと温存するか。よし。殴ってあげましょう。あ、いいね。ファーストキラーいいね。ようついたね。だって、限定キャラしかついてないんじゃない？どうなのかな？現状、多分初実装がアルセーヌで、そっからキスキルとか、今年は乙骨とガルテニャンとかついてるんですけど、強っ！そう、なんか限定クラスにしかついてないキラーを、今回降臨にさらっとついてるんで、これすごいっすよね。ようもらったな。ナイスナイスナイス。ナイスキラー。ファーストキラーがマジで偉すぎる。どのステージでもそのキラーを乗せやすい。プラス、最近なんかコラボキラーとかでも、なんかポジション系のキラーが増えてたんですけども、これは相当強いですよ、ファーストキラーは。いいね。いやー、やっぱ殴りが 1.5 倍上がるんで相当強くなりますね。いや、いいわいいわ、このキャラマジいいね。いいね。これでトリプルアンチ持っててね、アジン族でってもうもらいすぎじゃない？よし、来た来た来た。打ちますよ。もう打ちます。我慢できないで打ちます。とりあえずファーストキラー乗せよう。で、あ、待ってる待ってる。これ対象はどれなの？あ、書いてないのか。書いてないイコール、結構、ボス必中が多いんですよね。なんで、ボス必中だと思って、打ちます。でもファーストキラー乗せたいから、とりあえず振りようか。あ、はまっちゃった。おー、かっこいい。で、あー、なるほど、なるほど。入れ替えるんすね、シャンブルンス、一応。演出、かっこよすぎんかもう一丁行きましょうか。ちょっとハマっちゃったから。はいはいはい。あれ？あ、撤退しないの？え？しかもめっちゃ強かったし、今。これは？ああ、なるほど。入れ替えるし、なんか撤退しなかったね。飛んだんじゃない？ちょっと。ガンマナイフは多分原作モチーフで、あ、ラスギいった。飛びました。え？あ、撤退向こう入るの。まあ、ガンマナイフは、まあ、原作的にもなんか内部的に破壊するみたいな感じの技なんで、内部弱点とかしか拾わないのか、なんか若干範囲攻撃なんかな、ヒット数も増えてたし、って感じなんですけど、とりあえず、しましょうか。ボス必中っぽいね。うわ、かっこいいわ。で、入れ替えてこれが。ほら、バフムート撤退してないよ。ドラゴン。ああ、なるほど。そういう感じの SS なんですね。いや、これ。面白。じゃあ、あえて縦缶しますね。ああ、でも倒しきれないかな。縦缶だったら。まあ、程よくちょっとだけ殴ろうかな。友情拾っちゃうとやばいか。縦缶しましょうか、じゃあ。あー、ちょっと全然だけど、まあ、いっか。あー、かっこいい。おー、撤退してない。あ、そういう感じの SS なの。いやいや、かっこいいで、シャンブルズ。あー、なるほどね。凝りすぎやな。めちゃくちゃかっこいいし。すげえ一回ダメージ入ったし。弱点に当たれば結構パンクギブソンでダメージ出してたっぽいね。うん。で、入れ替えて、ガンマナイフは多分内部弱点っぽいかな。で、範囲攻撃っぽかったんですけど、なんか撤退しなかった部分があったんで、まあそれをね、ちょっと検証しようかなと思うんですけど、いろいろ試していきます。で、まあ、検証してみた結果分かったのは、キッドがパンクギブソンを撃った時から撤退無効が入るんで、パンクギブソンを撃つまでは撤退してしまいます。ただ、うまくこれを利用すれば、友情コンボとかで現実飛ばしも狙えるんで、まあそれこそネオの友情だったり、チャージショットとかも強そうですよね。一回いろいろ試してみようと思います。よし、準備ができたんで打っていきます。とりあえずキッドが追撃するまでは撤退無効じゃなかったんで、削りすぎないようにいきますね。最後ら辺にネオ拾いたいですけど、ちょっと位置がこれ悪いな。ちょっと怖いですね。成功しろ。あ、やばい。早く拾いすぎた。これは大丈夫か？ああ、行っちゃったね。じゃあ行こうと思います。ファーストキラーはあえて乗せずに行きますね。こんな感じで。殴りが結構強かったからな。やばいか？大丈夫。耐えろ。よしよしよし。こっから、ネオ。おしよしよし。来た。これじゃない？これ。いけ。どんぐらい入ったかな？どう？かっこいい。あ、いったね、やっぱり。あー、なるほど。一応こういう使い方できるんすね。ただまあ、ちょっと削りすぎ問題があるかもしれないから、まあクエストによってはちょっとしんどいかもしれないですけど、まあ HP が結構高いクエストだったらいけるかもしれないんで、ちょっと近畿26とかも試してみようかなと思います。近畿26何回か試してみたんですけども、ワープ入ってる間はリフレクションリング出ないんで、思った以上にダメージが伸びなかったです。なのでこれに関しては実用性結構難しいのと、Twitter とかではまた不具合かと言われてるんですけども、多分これは仕様だと思いますけどね。キッドが追撃するまでは結構時間かかるんで、最初から全て撤退無効だったら結構やばかったんですけども、追撃が入ってからっていう条件があるんで、おそらく仕様だと思います。そんな感じでロー&キッドを使っていきましたが、やっぱりこのキャラはファーストキラー偉すぎますね。降臨では初実装だし、そもそもガチャ券でもまだ4体か5体ぐらいしかいなかったんで、めちゃめちゃ強いキラーをもらっています。さらには亜人族の魔法人原則なんで、ネオとも相性が良い。しかも SS を使えば、ネオの友情を使ってゲージを飛ばせることもできるんで、おそらく一緒に使うことも想定して作られたんじゃないかなと思います。まあ、友情コンボに関してもファーストキラー乗ってくると結構火力は入ったんですけども、やっぱりコラボキャラなんで、普段使いは絶対、豪絶キャラには劣ります。ただその分、このキャラはトリプルアンチ、ファーストキラー、SS も強かったんで、しっかり難しいコンテンツでハマった場合は、特にこちら、ロイドさんと全く同種のアビリティなんですよね。しかも亜人族なんで、一緒に使うこともできると思うし、チャージショットとこの SS の相性もいいんで、うまく使えばゲージを飛ばすこともできるかもしれません。しっかり強い分、このキャラに関しては、2体しかゲットできないんで、間違って売却だけはしないようにご注意ください。2体残しておく価値は非常に高いキャラです。以上ですね。よかったら皆さんの感想も教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。